こんにちは。染谷翔太です。前田敦子です。監督の広木英一です。映画さよなら歌舞伎町がブルーレイ&DVD でリリースされます。早っこの作品に出てくる登場人物はみんなはどこかちょっと欠けていて、でもその欠けているようなところをもっと見たくなるような映画です。で自分も見終わって、とても心が温まりました。いろんなカップルの物語が同時に進行して交差していくんですけど、人間らしいすごく愛おしい人たちがたくさん出てる素敵な恋愛映画になってます。私自身はギターの弾き語りもやらせてもらったので、そこもぜひ見てほしいです。そうですね、昔から、群像劇っていうのはやってみたかったんで、今回本当に初めてやらせてもらって、なんかみんな本当に楽しそうにやってくれたんで、それが嬉しかったですね。で言ってパート2もよろしくさよなら歌舞伎町、ぜひご覧ください。ねえ、しよう。さまざまな男と女がそこに集い、身も心もむき出しにする。ここは新宿歌舞伎町のラブホテル。できます。一流ホテル勤務と嘘をつくラブホ店長とミュージシャン志望のその彼女。おはよう。鈴木さんってここに来る前の何やってたか知ってる？こういうとこで働くような人がいろいろ事情がある人もいるんだから。インプットの辛抱だから。リリアちゃん、お願いします。はい。ホステスなの？この空気まんじゅう。さっきのおばさん、どっかで見たことある。俺はね、今はこんなところでくすぶってるけど、ここにいる人間じゃないんだよ。311号室、お風呂のお湯が出ないって。お湯出るの？どうすんの？ここまで来ていいの？私本当にやっちゃう。枕営業か。お母さんに言われたの。お願いだから死んでくれるって。今頃二回戦じゃない。よせ柏木ひび子。どうでもいいんだよ、こんなとこやめてやるよ。彼らの人生が交錯するとき、かけがえのない瞬間が訪れる。さよなら歌舞伎町。スロースロー、クイッ、クイッ。お客さん、地球になってくる。本当に困るんですけど。